モンタニャールの詩、ポエーム・モンタニャールは、ヤンバン・デル・ローストが作曲した、吹奏楽曲。アオスタ・イタリアのバッテ・ダオスタ州アオスタにある、バルダオスト吹奏楽団の移植で1996年に、作曲され、指揮者のリノブラン賞に検定された。初演は1997年1月26日に、同楽団の演奏会で作曲者の指揮により、行われた。 イタリア北西部にあり、公用語としてフランス語も話されるアオスタは、戦士時代からの遺跡があり、アルプス語への要少として、古くから栄え、初代ローマ皇帝アウグストゥスが街を開いている。バンデルローストは、アオスタの豊かな自然や文化、他民族の侵略を受けた歴史を題材に、中世にこの地域を収めた、歴史上の人物であるカトリーヌ・ド・シャランへの、オマージュとして、この曲を作曲した。 ウィンドマシーンなど様々な打楽器を使用したモンブランを望むこの地の厳しい自然の描写で始まり、冒頭でトランペットがそうする五つの音による音景が曲全体を支配している。軍隊の行進のようなリズムや戦いの情景、リコーダー四重層などにより中世風の雰囲気を醸し出すルネサンス風の舞曲、領民に慕われたカトリーヌとシャランを思わせる。 序章的な戦律などが次々に現れ、卓越した大法の技巧により組み合わされて圧倒的なフィナーレを迎える。大編成の吹奏楽によるスケールの大きな作品ながら分かりやすい構成や非常に描写的な楽奏で日本でも人気が高くコンサートやコンクールで演奏される機会が多い。日本においてはモンタニャールの歌という表記が定着しているが、 モンタニャールは特定の事物などを示す語ではなく、曲名自体はフランス語で単に山の歌という意味である。演奏時間は作曲者の指揮、大阪市音楽団の演奏で17分50秒。楽譜はオランダのデハスケから1997年に出版されている。ありがとうございます。